エイズとかさ、B 型 C 型肝炎とか怖いじゃん。でもね、本当に怖いのは、えー、それじゃないんだよね。はい、アイラビュー中年です、えー。今ね、マーケットに来てます。朝の四時半ぐらいかな。今回さ、ちょっと病気の話をしたいんだけど、あのウイルス性の感染症怖くないですかみたいなさ、エイズ HIV あと肝炎でね、A 型 B 型 C 型とかウイルス性のやつたくさんあるんだけど、あと狂犬病とかね。 うん。いろいろあって、エミアもその都度その都度いろんなエピソードを持ってはいるんだよね。ただ、簡単に言うと、エイズで死んだって人はね、非常に少ない。うん。エミアの友達の中でも死んだって人はいないね。うん。かかったっていう人はさ、知ってるけど。で、ただ、対人の中で話を聞くと、結構いる。うん。ああ、私のね、親戚死んじゃったよ、エイズでとかっつって。じゃあ、うちの周囲でっていうと、あのね、お手伝いさんが HIV で死んでるね。うん。 で、あと、親戚でも死んでるって人いたね。で、でも最近の話じゃないんだわ。うん。一昔前の、まだあんまり知識がない状態、自体の、時代の話。で、一番気をつけたいのは、これ、見て見て見て、これ。はい、大さじ一杯たっぷり入れた。もう一杯入れる。ね、これなのよ。タイで一番気をつけたいの。あの、塩分、うん。それに伴って、腎臓が破裂するっていうね。腎臓を痛めるよっていうのが、 えっと、タイの、えー、基本的な、えー、死に方っていうかさ、うん、あ,あるよねタイあるあるそうやって死ぬよねーっていう、うん、このさ大さじ1杯のナンプラーにすごいたくさん塩分入ってるわけその他にも砂糖とか、えー、味の素とか加えられてああいうふうにお店に置いてあるわけ、うん、塩分だけで言うと大さじ1杯に 3.3g、えー、入ってるんだよねで 要は塩分濃度が20ドルくらいだ、21、2%、2、3%あんのかな要は高いわけ。醤油よりずっと高いんだよ。塩分濃度が。うん、で、それを毎日ね、一食、たったか、たかがこんだけの量の食事に2杯とか3杯とか、みんな入れるでしょ。それはさ、あの、塩分の取りすぎになっちゃって、で、うちの妻のお父さんなんかも、それで、えー、人工透析してたし、あのー、まあ、もうそれがさ、デフォルトになってんだよな。あのー、 初期設ってさ、<laughs> そうやって死ぬもんだよね、人間ってねってうね、うん。日本人もさ、白米の、白米食って死ぬなら、まあそれでいいわっていうおじいちゃんたくさんいると思うんだよ。うん、銀車で食って死ねるんだったら、ね、それはもう寿命だよ、みたいな。そういう人会ったことあるし、うん、それと同じ。うん、まあ何プラ食って死ぬんだったら、まあそれはさ、それは大人だ、みたいな。 感じなんだうなだから日本人は別にそういう文化圏にいないんだから気をつけましょう。見てみて、あのおばちゃんがさ、お姉ちゃんがさ、またナンプラーをこう詰めてさ、持ち帰るように準備してんだよ。でね、あのおばちゃんが言ったけど、明日からもう営業できないからね、私たちは、つってコロナで、つって、うん、悲観してた、うん。もう潰れちゃうよ、みたいなね。それはエミヤも同じ、つってね。あ、そうだ、こういうマーケットとか、あと、なんだろう。 例えば、客引きとかさ、ね、マッサージどうだとかって、そういう時に、喜ばれる一言って、ね、こういう時に喜ばれる一言、一つね、えー、教えてあげるけど、ノーマニーね、金がないんだよって言うと、みんな喜ぶ。ギャッハハハ、私も同じだっつってね。はい、I love you! 中年です